私の名はゴア、地球の征服者。マグマ大使。見つかったかな。いや、ガンを治すことすらできぬ地球人に青血病を治すことは不可能だろう。そして青血病にかかった者はひどい苦しみの後必ず死んでいくんだ。必ずな。だが助かる方法は一つだけある。それは潔く私に降伏することだ。いいか地球人諸君、悪あがきはやめた方がいいぞ。NTI からチャーターした YS-11 に乗り込んだ村上親子は果たしてバラン号を持ち帰ることができるだろうか。坊ちゃん、退屈でしょ。ジュースでもいかが。どうもありがとう。飲む？うん。パパ、どれがバラン号？南太平洋にある平和な島だ。これだ。バラン号っていうキノコはどんなところに生えてんの？さあ、詳しいことは現地にいる荒木博士っていう植物学者に聞くことになってるんだ。どうした？なんだか急に眠くなっちゃった。そうか。じゃあ今のうちに一眠りしてて。おや？ああ、君。村上さん、あとはあんたにお任せしますよ。え？発信装置は皆破壊してあるが、このまま放っといてもバランゴ島までは飛んでいきます。何？燃料がなくならなければね。お前たちは人間もどきか。ゴア様、ご命令の通りにいたしました。よろしい。では消えるのだ。はっ。では村上君、無事バランゴ島に到着することを祈っているよ。
守る、守る。こちら管制塔、こちら管制塔、着陸指示を待て、着陸指示を待て。おしん、向こうがない。こちら管制塔、こちら管制塔、応答せよ、応答せよ。どうした、あ、危ない。スピード落とせ、指示を上げろ。そのままで地面に突っ込むぞ。指示を上げろ。もうないはずだぞ。救助隊配置続け。守る、守る。許してくれ。パパにはどうすることもできないんだ。ありがとう。僕には電子頭脳があるでしょ。あんなの簡単ですよ。そうか。ところで守るは？え？ああ。パパ、お腹減った。偉らしい人影も当たりませんね。ああ。あの、
日本からいらっしゃった NPI の。ええ、村上ですか。マリア・アラキです。おお、博士のお嬢さん。ええ、いや、息子の守と友達のガム君です。よろしく。よろしく。で、博士は。ええ、東京から父のところへ連絡がありましたが、父は亡くなりました。ええ、それは知らなかった。じゃあ、バランゴはダメか。でも、ザンバが知っています。あなたが。そりゃよかった。早速案内してください。マリアさん、それなんていうの。スナベヤ。どうやって吹くの、これ。バランゴがあるところまではまだ遠いんですか。あそこへ行くまでが大変なんです。ところだった。もう少しで垂れ込み真っ逆さまだ。ゴアの手下の仕業だな。うん、よし、僕と捕まえてくる。待ちなさい。奴らのことだ、そう簡単には見つからん。それよりバランゴを手に入れることの方が先だ。他の道はない。じゃあどうやって行くの。それならば僕に任しといてよ。さ、乗って乗って。どうするの。いいからいいから、さ、乗って乗って。なんだよ。おい、ガム君。あ、ガム、大丈夫かな。任しとけって。あ、ガム。こんなはずじゃないんだけどな。無理すんなよ。ありがとう。いや、汗かいたよ、ガム。でも、ガムって本当に素敵よ。そこで止めてください。ここから先は車はダメです。なんて不便だな。僕なら一飛びだ。じゃあ先行けばいいじゃない。守る。足元に気をつけてください。あれ先。
大丈夫か、はい、それバブ、下を見るんじゃないんだぞ。手伸ばせ。水音を立てないようにワニがいます。怖いのかい？バカするな。さあ。大丈夫です。何がおかしいんだよ。なんで？なんだよ。守る。動くな、守る。おい、ガム。刺されたら大変でした。毒蜘蛛ですか？危ないところだったね。顔拭け。はい。待ってろ。お、あっちだ。暴れを始めたのです。私と一緒に東京へ戻ってください。いや、戻る。青血病患者は続々と増える一方で、対策本部の人手がまるで足りないので、それであなたを迎えに来たのですが。いや、しかしパパ、バラームのことなら僕たちに任せておいてよ。あとは私どもでやれます。
村上さん、急ぎましょう。頼んだぞ。はい。バランゴはもうじき守たちが届けると思います。で、ガレオンは、原子力発電所を襲って以後姿をくらましておるんだが、でもまた例の青い花を食べに現れるかもしれませんね。はい。え、箱根の高速道路に現れた。え、漫画大使。承知しました、村上さん。バランゴはあのホラーナに咲いてます。じゃあガムはここで待っててもらわなくちゃ。あら、ナス、ガムの体には電気が流れてるんだ。バランゴは電気に当たると枯れてしまうんだよ。ロボットなんて不便なもんだよ。ふん、負け惜しみってら。何が負け惜しみだよ。だってさっきまでヒーヒー言ってたくせに。なんだって、ロケットのくせに生意気言うな。君は人間の命令通り動いてりゃいいんだ。ワムシの人間の言うことなんか聞けるかい。だな、もうお前なんか友達じゃないぞ。やめて、やめて、二人とも。今は喧嘩なんかしてる場合じゃないわ。バランゴを取らなくちゃ。青血病がなんだい。人間なんかどうなったって僕の知ったことじゃないぞ。ガム、あんなやつほっとけよ。行こう。これがバランゴです。やっとたどり着いたんだね。全ては私の巧妙な作戦だ。